どうも小松です。今日は前回紹介したこちらのチャンピオンズリーグ2122シーズンの公式球フィナーレを使って神コースチャレンジをやっていきたいと思います。でフリーキックで神コースを狙っていくんですけど、その中でこちらルーレットを使って何種類かの球種を書いて、それに当たった球種で、神コースを狙っていきたいと思います。今回入れた球種がカーブと無回転と縦回転と、アウト回転の4種類を書いて、今回は狙った球種回転で、神コースに入れれるようにやっていきたいと思います。カーブがやっぱ一番切りやすいので、カーブの時に決めたらいいかなと思います。アウト回転はアウトサイドで蹴って、逃げる回転を蹴れたらいいかなと思います。
まあ、今のなんかも、まあ、上コースには行ってるんですけど、まあ、多分回転的にはカーブっぽかったので、まあ、やっぱり出た雨の回転で上コースに持っていけたらいいかなと思います。やっぱりいろんな球種をバンバン蹴っていくと切り方がこんがらがって、そこをやっぱちゃんと切り替えて狙った球種を蹴れるようになれたらいいかなと思います。